さあそれではね、場所を移動して、まあ本日も今回もまたこの北海道は江差の宝永山さんの自重内引きの山の方にね移動してきまして、撮影をさせてもらおうかなと思います。こちらの宝永山、ちょっと本当撮影の方がね、被っちゃったんで、この夜のシーンからのスタートとなりますけども、見ていってみましょうね。前から撮りたいよね。前の絵も欲しいよ。
川神社ですね、こちらね参拝をさせていただきました。こちらの方にもね、今山が来るということで、よいしょ。ちょっとね心配していた雨が、小雨なんですけどね、まだ雨が降ってまいりましたね。まあ、こちらの大江山の山の方も雨囲いというか、山自体がねカッパを着てるようなスタイルで、濡れないようにね山を保護しているという感じですね。そして山が今近づいてまいりましたね。Thank you.
せーぜThank you.
たんですけど、その雨もね、気にならないぐらい、気にならないぐらいのね、その熱気が今、湘南海、漂ってますね。山終了して車庫の方に帰宅、無事帰宅しましたね。まあ、途中からの撮影だったんですけども、やっぱりこのね、人々の熱気、この祭りバカの熱気っていうのがね、もう目に見える形でこう伝わってくるような、そんなね引き山でございました。車庫の方にね入れる作業をしておりますけど、はい、それじゃあね、お囃子まだ鳴りやまぬこの熱気の中で大江さんがね自宅なりました。車庫の方に到着なりました。盛り上がれない。
山が今年は行われた山があるということでね、ここぞとばかりにこの江差の町の人たちは騒ぎまくるというね、町内山引きという形ではありますけども、すごいねこの盛り上がりを見せたこの今日の一日でございましたけども、それではね、まだ車庫に入れてる最中ですね。それでは今回のこの宝永山自城内山引き本祭の引き山が見たいな、巡行が見たいなと思われた方はグッドマーク、チャンネル登録、コメントの方もお待ちしております。今回の動画はこれで終了の